オレンジジュースがいいかな。でも購買のジュースは缶はないから残念だな。缶だったらさっきのチュンヤさんみたいに頭に当てて冷やすことができるのにと思って。人の入りはまだ6部ってところなのかな。
純也さん、いらっしゃい。純也さんは何を頼んだの？そうだったんだ。それは聞きたいな。全然構わないよ。そうだね。もし宝があったら何を買おうかな。
寒い？そうなんだ。大丈夫だったよ。だって純也さんが風の盾になっていたから、だから私には当たらなかった。こういうのをスリップストリームって言うんだよね。純也さんが今度はスリップストリームなんだ。それじゃあね。ずるいよ。いきなり脅かすなんて反則だよ。ちょっとしたミスだったんだ。兄ちゃんのツッコミ容赦なさすぎだよ。こんな年下の痛い気な少女をいじめて何が楽しいの？それにしてももう少し言葉を選ぶとか、女の子に対して気遣いってもんがあってもいいと思う。なんていうのかな、そう、
言葉のキャッチボールってやつ？そうなのかな？あたしは兄ちゃんが冒頭しているような気がするんだけど。もういいよ。ところで兄ちゃんも帰るところなんだよね。どういう意味？別に太ってないもん。そんなに小さくないもん。誰も胸のことなんて言ってないのに、スケベ。普段からそういうことを考えているからそんな風に誤解するんだよ。私だってもう少し大きくなれば立派になるもん。そんな話になったのは兄ちゃんが原因じゃない。私はただ兄ちゃんを途中で見かけたから一緒に帰ろうと思って声をかけただけだもん。それはそのコミュニケーションのきっかけというか、私なりに一生懸命考えたんだからそんな言い方しなくてもいいじゃない。じゃあ帰ろう、一緒に。ね。じゃあ、兄ちゃんとサラサお姉ちゃんと、誰だっけ？そうそう、コウジロさんだっけ？3人で夏休みの宿題をするんだ。でもそういうのが宿題としてオッケーなんてなんだか楽しそうだね。うん、なんだか
小学生の自由研究みたいでさ。それになんかロマンチックじゃない。夢で見た謎を調べていくなんて。そうなの？それは大変かも。いろんなことがあるんだね。なんか大人の世界って感じ。ここの町、昔は集落って言うんだっけ。江戸幕府ができた頃には住んでたみたいだから400年ぐらいは経つんじゃないかな。うん、多分お像の中にあるかもしれないけど、ひょっとして夏休みの宿題のために。どうだろう、多分大丈夫だと思うけど、ちょっとお父さんとかに聞いてみないと今は答えられないから、ごめんね。あれ、でも昔からって言えば兄ちゃんも住んでいるんじゃないの？兄ちゃんやサラサお姉ちゃんの家に遊びに行ったのってずいぶん前だから、あんまりよく覚えていないんだけど。そうだった、ごめんなさい。調べるって不要の木に関してなの？初めて聞いたよ。もっと別のことかと思ってた。え、だってその不要の木のことは昔から知っていたし、まさかそんな身近なことを調べるだなんて思ってなかったから。あ、そういえば私たちの学校であの木に関する噂があるの知ってる？うん、なんでもあの木に向かってお願いをするとそれが叶うんだって。関係ないよね。でもね、他にもいろいろとあるんだよ。
こから好きな人に携帯をかけて告白すると成功するとか。そうだね。他には煎じた歯が万病に効くとか、酒につけた不要の花を入れると虫がつかないとか。兄ちゃん、あのね、私もその夏休みのレポートを一緒に手伝ってもいいかな？それは、私も家にどんなものがあるか知りたいし、それにもしかしたら宝の地図みたいなものがあったら面白そうじゃない？だからあくまでも例えばの話だってば。ね、ダメかな？どんな方法で調べたの？食べさせる？純也さんはどうすればいいと思うの？そうだね。あとは昔からのこの町に住んでいるお年寄りの話を聞いて回るとか、あとは童話とか。私の家にあった童話で、この町の伝説について書いてある童話があってね。その童話に何か役に立つことでも書いてないかなって。
私もよく覚えてないけど。それが私も家にはないの。そうだね。あ、学校の図書館にあるかな。どうなんだろう、純也さんは記憶にない？あまり気にしないで。この町のことを書いてある童話があったから、何かあればなと思っていただけなんだから。そうだね。ひょっとして、リンちゃんのこと？私の意見は？もちろんオーケー。リンちゃんと一緒にいると楽しいしね。人手は多い方がいいしね。あ、そういえば。こういったことってインターネットで聞くことはできないかなと思って。うん、こういう情報を調べているんだけど、誰か教えてくださいみたいな感じでなんだけど。かかるとか？少しだったら純也さんと私で何とかするけど。
よろしくお願いします。そうだね、図書館で調べる、お年寄りに聞く、インターネットで調べる。あ、りんちゃんの土蔵もあるんだっけ。頑張ってね。私も幸次郎さんと一緒だから。りんちゃんともしばらく会っていないから、たまにはお話ししたいなと思ってきたんだけど、まずかった？やだな、そんなことないよ。私はりんちゃんと話をしたいから来たんであって、あくまでもケーキが美味しいのとは別のことでね。こっちだよ。りんちゃん、久しぶりだね。ここは基本に戻っていちごショートにしようかな。あ、ザハトルテなんてある。迷うな。りんちゃん、
あのね、凛ちゃん。私はこのベークドチーズケーキなんかおすすめだと思うよ。そうなの？じゃあサラサお姉ちゃんのおすすめに従ってみようかな。うん、そうしてみて。じゃあ次は私はどれにしようかな。ってのはどうかな。美味しそうだよ。そうだね。じゃあ私はこれにしよう。すいません、注文お願いします。注文したケーキを食べきれないから私に食べてほしいとか？またまた、私たちの間でそういった気遣いは全く無用だってのに、いっつも格好つけてるんだからね、サラサお姉ちゃん。しないと女の子にモテないよ。それはなんていうか、そう、言葉のあやってものを察してくれないとね。も久しぶりだからそれを記念しておごってくれるってことじゃないの？そこはそれ、なんて言ったかな、男の解消？男の解消ってやつだから。余計だった？そんなことないって、十分ありがたかったよ。ならよかった。あ、そのことだったら知ってる。一緒に調べるんだよね。よろしくね。どうした？
たの兄ちゃん、急に黙り込んじゃって。え、だってさっきサラサお姉ちゃんからメールをもらった時にそういう風に書いてあったから。本当だってば。ほら、早く教えてあげた方がいいかなと思ったんだけど。美味しいケーキを食べるため。そういえば、まあまあ兄ちゃんもそんなに熱くならないでって。サラサお姉ちゃんは親切のつもりで教えてくれたんだから。そうだね、考えてみれば私たちも悪かったかも。じゃあ兄ちゃんに対するお詫びとしてこの店のお代は割り勘にしてあげる。ひどい、女の子に怒らせるなんてひどいよ。さっそうとレジに向かっていく。そして、ここは俺が払っとくから、あとは二人で楽しんでくれと言葉を残して店を出ていくのが自然かなと。だってお小遣いが厳しいんだもん。お金がないの？純也さん、ご飯ならいつでも食べさせてあげられると思うから遠慮なく言って。いいからね。兄ちゃんが餓死しちゃったなんて聞いたら寝覚めが悪くてしょうがないし。お礼なんていいって、幼なじみなんだから。で、いつから調べ始めるの？私はいつでもいいよ。あ、でも本格的に調べるのだったら進路調査試験が終わってからにした方がいいのかな。純也さんは頭がいいからテストの心配はしなくていいからいいよね。そうなの？
持てるものの余裕ってやつだよね。持ってない身としては切ないかも。あ、そういえばその試験っていつ頃から始まるの？一応私の方の予定とかもあるから確認しておきたいんだけど。え？もうすぐなの？今週の土曜か、もしくは来週末からかな。私の学校でも期末考査があるから、日曜から期間中はそっちの方に専念していたいから。そうなると本格的に調べられるのは来週以降からかな。何かまずかった？その日はさっきも言った通り何も予定はないから。それは構わないけど、どうして？うん、いらないものは何でもしまっていたみたいだし。ずっとしてなかったみたいだから、歩けるぐらいにはしておいた方がいいかも。勉強する。私も勉強しなきゃいけないかもしれない。